ということで、こんにちは。こんばんは。ジュンハクです。ジュンパッパン。僕たちは今、ここどこなんですか？どこなんですか、ここは。今日はね、何やら届いてるみたいなんだよね。ダダン！挑戦状。挑戦状、なんか俺たちに挑戦したいやつがいるらしいから。受けて立ってやろうと。受けて立ってやりますよ。今日は、激辛マーラータン。俺たちがチャレンジしようっていう企画でございます。行ってみよう。ジュンハクチューブ。渋谷、新進クラブに来ましたけど、何を食べろということなんでしょうかね。そもそもさ、あまりさ、耳にしないよね。マーラータンって、まあ、中国の料理なんですけど、火鍋のメンバージョンみたいな感じですね。で、今回は辛いのを食ってみろよってこと。そうですね、あのうちのスープで、あの辛さを選べる一番目が激辛なんですけど、はい、これ何段階あるのここは。辛いのだけで言うと、ペリ中大激で、さらにその上の地獄っていうのが。地獄ってのがあるの。はい、はい、俺たち辛いのめちゃくちゃ得意ではないよ。得意じゃないというか、分からない。まあしょうがねえ、はい、挑戦状受けてしまった以上。そうだな、はい、そんなの言ったらいろんなとこからいっぱい来たんじゃない。ぜひ挑戦してきてくれとは今日の結果次第ではないかもしれない。弱気だな、お前。弱気だな。じゃあその、はい、地獄の、うん、マーラータンを、マーラータン早速いただきますか。お願いします。おい、かかってこい。お水あり。お水はありでしょ。ちょっとお水をやらしてよ。いや、お水をやらしてよ。お水をやらしてよ。やらせて。意味わかんない。飲ませて。飲ませて。お水飲ませて、マジで。奥でもう作ってくれてますけど。早速ね。作っておりますよ。ドキドキするわ。これ何辛いのこれ。マーラーのそのマーっていうのが痺れる方の辛さで、うん、ラーっていう方が唐辛子系の辛さで、うん、マーラータンなんで両方よ。ダブルってこと。あと、あと、来ますか。来ます。来ますよ。ダブル。おいのこれ。元気。これが、はい、地獄マーラータンですか。地獄マーラータンでございます。オーケー。よーし、じゃあ皆さん、僕たち今からこれに挑戦しますんで、それではいただきます。えい。あ、いけるか。いけるぞ。そうすか。今んとこいけそう。いけるぞ。今んとこいけんじゃないか。よし。あれ違った。来た。もう来た。来てるね。来てるね。もうやばい。もうやばい。もうやばい。喉の奥がおかしいぞ。よし、行くぜ。行こう行こう行こう。いただきます。いただきます。美味しい。まず美味しいぞ。あれ、揚げちゃいけそうじゃん。うん。え、なんかいけそう。思ったより。なんか余計なの、すげえな。うん。うまい。おい。うま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 い。もめてます。もめてます。あっちで、あっちで、ほんとに辛いのやつだとかって。もめらしてる。うん。いや、でも、カズマもいけんじゃない。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。来てる。舌はすげえしびれてる。結構来る。来た。あ、汗すごいじゃん。いやいや、汗すごいね。でもね、辛いのは辛いんだよ。阿部ちゃん余裕だな。でも喉の奥はすごいピリピリ気出してるよ。もう阿部ちゃん早いもん。うん、ガンガンちゃった。え、辛いよ。来てるね。全然辛いよ。全然辛いな。話変わってきたんだよ、なんか。カズマが来てます。辛いんだね。うん、カズマすごいよ。汗すごいもん。余裕でいけちゃいそうなんで、はい、あのちょっと辛さ足すっていうパターン。じゃんけんで負けたら、いけるっていう。どうした、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 これ、あ、それ。じゃあ、でも両方元気に勝っちゃったら、二人とも入れなくなっちゃうから、はい、二人でじゃんけん、二人でじゃんけんして、二人でじゃんけん、どっちかには入れて必ず入るぞ。だからカズマの方がきつそうじゃん。だからまあじゃんけんもしないでお願いするっていうのもあるよ。そうですね、あんまりお願いすることね。ね、ないよ。お願いします。どうですか。お願いします。かかってこいや。かかってこいや。入れてやってください。待って待って待って、ちょっとなんかすごいのかけてるよ。追加させていただきます。マジかよ。変わる変わる。美味しい。美味しい。でも、あのね、もうよく分からなくなってる、辛さが。この辛い系はいけるのかな。美味しいですか。いけるわ。お、俺、激辛目覚めるかな。いけますね。やばい汗。あ、なんで。無理だよ。なんで。すごいね。うん、でも辛いよ。そうよ、そうよ。サンダ入ってる今。まずはサウナ、今流行りの。整えてる、今整えてる、整えてる。いや、
口ずつやばい。アメちゃん強えな、やっぱな、うん、こうカズマのリアクションが普通でしょ。いや、そうだと思う。そうだね、そうやってくれ、どんどんちゃんと汁かけてくれ。最初の一口が一番うまかった。顔あの唇じゃないところまで痛いけど。唇がもう広がった感じ。ほんと同じでしょ、二人。はい、なんかもう元気が、あれこんなんじゃなかったんだけどって、ね、ほんとわーってなる。うん、わかるよ。結構、うん、俺意外と一歩出てるから。一人わーって笑ってるけど。機能停止してる。あとどくらい？どくらいのこれ。まだやる。あるね、あるね。結構具がしっかりしてるね。来てるね。あくび来だした。結構来てんじゃない？来てるね。辛いのは辛いやっぱり。うん、どうしよう。でもさ、負けたくねえってのもあるからさ。ああ、そうだね。今まで食べたなんかご飯というか。食物の中で一番辛い。辛いかも。一番辛い。うん。おお。てかそのこんなに辛いのずっと食べようみたいなのが、うん、食べ続けたことがない。ああ。なんかねもう学校の給食とかじゃないからね。辛くて。なんかさあこれも辛いややめようっていつも終われるのに。そうだね。終われない辛さ。確かに確かに。ああ。でカズマはさ、はい、元気とじゃんけんしてさ、ええ、勝ったらさクリームソーダもらう。で挑戦状叩きつけていいですか。はい。はい。はい、じゃんけんしたいです。あ、来た来た、急に来た急に来た。じゃあ、なんか、うん、さっき変なとこに入ったら、うん、急に来た。なんかね、うん、変な粒みたいなのが変なとこ入った。じゃあ、どっちからじゃんけんする。じゃあ、カズマからお願いしようか。はい、じゃんけん、じゃんけん、ボン。あー、ダメでした。じゃあ、いきます。はい、最初はグー、じゃんけん、ボン。最初はグー、じゃんけん、ボン。よっしゃじゃあクリームソーダ一つ、はい、いただきますか。あの汗かいたじゃん、うん、ちょっと寒くなってきたね。ゾンゾンしてきちゃった。うん、もうあのカズマにもクリームソーダあげてもらってもいいかな。ココナッツジャンケンしますか。何それ何それ。ココナッツジャンケン。ココナッツミルクもあって、はい、そっちの方が柔らぎそう。超良さそうじゃん。ココナッツいいじゃん。ココナッツいいじゃん。ココナッツジャンケン。まあまあダメだったんで。そうだ、じゃあカズマはココナッツジャンケン。しゃあ。おっしゃあ、行ってみよう。よいしょ、おれ。ココナッツミルクジャンケン。おいっす。はい。最初、グー、ジャンケン、ポイ。おい。最初、グー、ジャンケン、ポイ。あー。ココナッツ。ココナッツ。おっしゃあ、来たよ。来たよ。めっちゃ美味しそう。こちらクリームソーダですね。クリームソーダね。しゃあ、はい、こちらがココナッツ。イエーイ。オラオラオラ。スミルクだ。イエーイ。おぼーい。美味しいですわ、これは。アメちゃんでもうまそうだね。似合わないね。中学中。再開だ。おっしゃ。カーン。テレテテテレ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 テテ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 出たかも、シャッて。結構な。やべえ、エドが。やべえ、エドが。でもこれはじゃあ結構阿部ちゃんは強い方だよね。いや、絶対強いですね。ね、こんな風に食べれないと思いますよ。うん、はい、そうですね。いや、俺、ね、辛いの食べれると思わなかった。ね、むしろなんか苦手なもんあんの。え、でも嫌いな食べ物ある？ない。甘いのじゃないの？あ、でも甘いのは好んで食べないっていうだけで、あ、食べれなくはないから。でもさ、わさびとかは、うん、カズマの方が余裕で強いんだよ。これはいけない。得意不得意がない。あ、でももうアブちゃん終わりそうじゃん。終わりそう。これもうすぐ終わりそうだよ、本当に。ね、え、本当だ。やばい。やっぱさ、ただ辛いだけじゃ食べれないけど、美味しいな。おはようございます。え、俺、これアブちゃん辛いの入れてるじゃん。はい。それじゃなくて、こっちも辛いんだよね。辛い。辛いじゃん。入れてみる。辛いじゃん。入れてみる、さっきのやつ。でも俺ね、思ったよりも前にしてるから、
辛くなってるかどうかもわからない。おでもちょっとそうだね、これは行こう。おい来たよ、ここに来てマグマチャレンジが。じゃあすいません、失礼します。変な声出た。入ったよ。いや、俺終わっちゃうよ、マジで。ねえ見る、これこんだけだから、あとほらほんとだね、終わっちゃうよ。うん、いけるよ、いけるね。あんじゃ強え、やってみよう。味変わった、変わった味。はい。待ってる、ま、いや、いけるな。逆に麻痺してんない、うん、麻痺してるよ、ね、そうだそうだよ、そうなんだよ。多分もう麻痺してんだよ。行け行け、あー辛い辛い、舌が辛い。これドリンク、ドリンク、ココナッツ、ドリンク、ココナッツ、ココナッツ気分で。おい、そろそろ行くぞ、淡々と食べ終わるぜ。お、フィニッシュ、ラスト。いや、もう終わりでしょ、これ。ほら普通にいける。あ、もうそれでラストだ。すげえな、それすごい、食べすげえぞ。おい、これでいいのか、行くぞ。はい、行くの、もう行っちゃうの。最後、お先に行かせていただきます。おいぞ。うぅぅ阿部、うまい、クリア。はい、クリア。阿部クリアっていうの、これ阿部クリアです。大将、チェックお願いします。チェックお願いします。いいですか。イエーイ、ないです。ないね。よっしゃー、よっしゃー、イエーイ、頑張れ、カズマ。応援に回るやん、頑張れ、カズマ。いや、汗が尋常じゃない尋常じゃない。で、阿部ちゃんも今まで食べたご飯の中ではやっぱ一番辛い。辛い、うん、口の中は、もう多分燃え盛ってるよ今、めちゃくちゃ感覚ない。うん、だからね、ピリピリが止まらない。ああ隣の方もそうなんだ。マジで辛いよ。ああ、ご褒美、これがめっちゃご褒美。それね、ありがたいね。あと6回。でも結構いってるよ。もういってるね。あっ、うん、俺もうすぐじゃん。一口食べてるじゃん。もうすぐだ。もうこれでいけんじゃん、俺も。いける、うん、辛いもん、めちゃくちゃ。おう、しっかりこれね、水をかけてるね。いくぞ。おい、辛い、最後まで辛いよ。もういいでしょ、これもういい、ない、もうない、ない、完食、完食、はい、いやーやったぞ、渋谷新進クラブを制覇したぜ。いやー、どうだった。いや、でもね、今日はね、このね、俺のね、引き出しをね、一個ね、開いてくれた。ああ、この挑戦状によって意外にありがとうっていうね、ねねって俺は結構これ限界だな痛いもん。だからこれ以上っていうのは無理です。無理だね。いや、じゃあ無理、これ以上。いや、でもね、ちょっと行ってみたい気もしてきた。うん、なんか自分本当に行けんのか、うん、やっぱり無理なのか、限界を知りたいよね。そう、じゃあ阿部への挑戦、どなたか待ってます。かかってこいや。激辛ね。俺はカメラ撮る側に回っていいからその時はもうやめる。だってこれすごいよ、これマジで。ということで、今回は渋谷にあるマラーさん、渋谷新進クラブにの挑戦を受けて受けました。見事勝利しましたけど、はい、まあ、またまたこういう機会があったら、こういう機会があればね、挑戦したいと思います。はい、見事に、はい、元気の挑戦を俺たち跳ね返したということでいいですか。はい、素晴らしいです、はい、ありがとうございます。ということで、はい、こういう企画は初めてじゃないの、意外に。初めてだね初めてやりましたね、うん、まあ、またやっていきましょう。またやっていきましょう。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。初めての試みでございましたちょっとでも楽しんでもらえてたとしたら、はい、チャンネル登録とね、はい、グッドボタンですが、はい、押してもらえると嬉しいでございますね。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまた皆さん、また会いましょう。会いましょう。ということで、元気もありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。